ですね。Yesterday once more. Ebi shalalala, Ebi wow wow, it'll shine. Ebi single ring ring, let it start to say so far. Ebi shalalala.この英語耳を試しています。これから私は1年間でトイックが400点から900点になれるかチャレンジです。皆様見守ってください。まず100回、まず100回基本的な母音と子音の発音の仕方を練習します。スッスッスッズーズーズーなどです。これを毎日2回やって、100回だから数ヶ月だったら達成できます。その次に歌や映画などの生の素材を使った英語の総合練習です。自分の好きなテーマを選び、それを徹底的に繰り返して聞き、声に出して話すことで生きた英語と英語の発音とリスニング力を身につけることができます。名前の由来は第一章にも書きましたが、鳥のオウム、パロットの訓練のエピソードから来ています。オウムが初めて人間の言葉を覚えるには、約2000回繰り返してその言葉を聞かせる必要があります。これはその通りです。私は AI の勉強をして、今 AI を作っていますが、だいたい6000回ぐらいやれば、もう超完璧に覚えます。やっぱり2000回ぐらい妥当だなって思います。
すると、オウムの脳の中に新しい音に反応する領域ができるのです。一つ目の単語が言えるようになったオウムは、次の単語は200回の練習で覚えてしまいます。なるほど。さらに、繰り返すことにより、人間の言葉に反応する能力がどんどん進化します。人間の脳はオウムよりも複雑な知的処理ができるので、繰り返しの効果はもっと多くなると思います。そこで私はこれから始めます。ステップ1、歌を使った練習300回。ステップ2、短い会話を使った練習100回。ステップ3、少し長い題材による練習100回です。この300回の内訳は、リスニング100、目的はリスニング 100% を達成する。つまり、英語の音とそのまま聞いて英語のみで理解しているネイティブスピーカーと同じ状態をあなたの脳に作ります。ステップ1、歌を使った練習300回。まずは題材を決めます。300回も聞くので好きな歌を選んでください。ステップ1では、英語の歌を使って練習します。歌を使う理由は、繰り返した時に楽しくやられるからなのですが、英語の子音、母音がゆっくり発音されていることが多いためでもあります。ですから、テンポの速い曲は向きません。300回も聴くので好きな曲にしてください。おすすめの曲がカーペンターズです。シング、遥かなる影、二人の誓い、イエスタデイワンスモアなので、私はイエスタデイワンスモアを選びました。本当はブルーノマーズのザ・レイジー・ソングにしたかったです。ですが、発音とか表現がカーペンターほど教科書通りじゃないし、早いので諦めて、先生の言う通りにカーペンターズの Yesterday Once More をまずは300回聞きます。ステップ1の1、聞き流す。1から100回目。この段階では、あなたが好きな曲をひたすら聞いてください。Amazon Music でも Spotify でもいいので聞いてください。この段階で歌詞を、注意事項です。この段階で歌詞を見ると、頭の中で無意識にカタカナ音に置き換えてしまいやすいので、歌詞は見ずに、とにかく100回程度素直に聞いてください。回数は厳密でなく、大体で結構です。1日10回程度で10日、20回なら5日で終わります。まずはこれを開始します。私は1日10回で5日コースを始めます。レッツスタート。はい、Spotify で Yesterday Once More を聞きます。 While I listen to the radio da-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 実はもう聞き始めています。 Yesterday Once More、18回今日は聞いています。歌詞はまだ見ていませんが、簡単っぽいですが、途中わからないところもありますが、我慢して無になって聞いています。 Every shalalaそうしゃ、子供の頃は楽しかったなという曲でしょうかと想像しています。このカーペンターズの CD ですが、息子がちっちゃい時に幼少期から英語を聞かせようとして、車で何百回、1000回以上流してると思います。彼はもう20歳ですので。ですが、一切覚えていません。どうしてでしょうか。不思議です。ただメロディーは覚えています。もう無になって聞きます。
カタカナで訳していけないそうなので無になって聞きます。あとおすすめはビートルズもおすすめされています。ビートルズはイギリス出身なのでアメリカ英語の練習には、お、よし、8回目終わりました。もう1回いこう。ミスタリーバースモア Don't I listen to the radio No one can sort my sweet song 今日はあと1回 This may be my 練習、今英語を始めようと思っている皆様、一緒にやりましょう。果たして私は1年後に TOEIC900 点、英語の映画も何もかも全部わかる状態になっているでしょうか。この本は正しいでしょうか。Everyone will still shine。 これは最後の1回だからね。シンゴリンゴリン Let's start to say so far When I get to the park With a little heart It's me really make me cryJust like before It's yesterday once more Looking back on another new moment Another time we will haveShine.
Every single ingredient started to say so far. No more memories that pass away to me. Remembering and make me why was breaking home. It's yesterday.エビシャララエビウォウォウそしてるシャインエビシングリングリングラティスタルトセイソファーエビシャララちなみに英語に触れる時間を1日5時間程度1年間毎日したら2万時間を超えて英語がめっちゃペラペラに聞こえるそうです。そしてトイックが900点とかになるそうです。続くかどうか分かりませんが実験してみます。よろしくお願いします。バイバーイ。